はい、どうも、ラギです。10月ももう終わるんですけども、11月に追加される武器とかステージとかってまだ出てないじゃないですか。毎月、大型アップデートとは言えないけど、まあ、ちょいちょいね、別注シリーズだとか、あとステージで言うムツゴロウとか、まあ、ナイス玉とか出たんですけども、まだ11月になって出てくる武器とかって、まだ任天堂公式さんからは発表されてないんですよ。で、たまたま、僕インスタグラム見てたんです。インスタってわかりますか？あの、女子高生とか、若者が、まあ、陽キャの若者が写真いっぱいに載っけるアプリがあるんですけど、このインスタグラムっていうアプリをたまたま見てたんですよ。たまたまね。俺もやってるから。したら、なんと、とある武器の画像を発見することができました。それが、こちらです。はい。まあ、これじゃね。これじゃない。これね、あのね、うちの猫がね、置いといたピザにね、横取りしようと撮ってる写真だわ。これじゃない。これ。このフィッシング。フィッシングってか、釣り竿？私たちの世界では釣り竿という、竿をね、武器としたね、イカちゃんの画像が出てきたんですけども、多分次出る武器は、別注シリーズか、もしくは、まだ、派生武器が出てないエクスプロッシャーとか、クーゲルシュライバーとかなんですけど、スプラシューターとスプラシューターコラボみたいな感じで、派生武器が出てないあの武器たちが多分、次出るかなと思ってるんですけども、まあ、これは多分出ないと思うんだ。でも面白いですよね。フィッシング。スプラフィッシングっていうのかな。まあ、もしかしたら、スプラトゥーン3で出るかもしれない。あと、このステージ、どこかわかんないんだよね。スプラ1にあった金目鯛美術館にね、ちょっとね、ここら辺が似てる気がする。うん。でも、上は立ち用パーキング的な。それとも、新しいステージか。で、僕的に、まあ、この武器どんな使い方するのかも気になるんですけども、まあ、自分的には、スプラトゥーン3は、手裏剣の武器が出ると思うんだ。手裏剣。あの、忍者が使う手裏剣。で、なぜなら、この間のフェスを散歩したんですけど、ちょいちょいね、こういった手裏剣の画像が落ちてるんですよ。でもしかしたら、まあ、これ人手かもしれないけど今思うと人手かもしれないな。顔あるし。でももしかしたらスプラトゥーン3の伏線かもしれない。てかまだ手裏剣の武器出てないし、忍者っぽい格好は出てるけど、武器として手裏剣と剣も出てないね。もしかしたらこのフィッシングが剣になるかもしれない。っていう考察をすると面白いんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、謎めいてるんですけど、スプラトゥーン2まだまだね、これからもアップデート要素はまああると思うし、11月11日に新しくフェス、ポッキー対極細ポッキーが行われるんですけど、まだまだ盛り上がってるので、スプラ2も楽しみましょう。ということで、謎めいた画像フィッシングの動画でした。お疲れ様でした。